水玉ブリッジラインの一部を構成する、玉島大橋水玉ブリッジラインは、岡山県倉敷市の水島地域と玉島地域を結ぶ岡山県道398号水島港、当線線のうち、かつて一般有料道路として供用されていた区間の愛称。有料であった当時の正式名称は、水島玉島産業有料道路。百七十七年七月十一日に、 供用開始。2007年3月を料金徴収期限とし、岡山県道路公社が管理していたが、周辺地域の利便や活性化を目的に2006年4月1日に無料開放された。無料開放された後も水玉ブリッジラインの名称は、引き続き使用されている。なお、岡山県道路公社が管理する道路では、湖南大橋有料道路も本道路と同日に、 無料開放されている。これにより、岡山県道路公社は、愛媛県道路公社と並んで、初の地方道路公社の解散となった。ABCQ 岡山県道路公社。岡山県道路公社トップサイト。2005年3月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年12月23日閲覧。岡山県の都市計画。 資料編20149ページ、岡山県、水島港臨港道路が、平成29年3月25日に開通します。国土交通省中国地方整備局、宇野港湾事務所、2017年2月20日閲覧、原平合戦特集、水島合戦暮らし光関ウェブ、ありがとうございます。